日本牧書。聖武天皇神筆の伝承があり、また一行十日前後の堂々とした大あざで著者されていることからの名称。その書風は龍門造造期との類似が指摘され、またその影響は奈良時代後期の写経に認められるとする意見もある。漁師は眉を原料とする眉神で、混入する粒子を骨粉に見立てたびしと呼ばれている。 元十七巻きか。東大寺会段院に伝来したが、遅くとも、室町時代後期には流出し切断された。聖武天皇神筆の伝承と、風格ある時系から珍重され、都鏡の冒頭に押されることが定式化されるなど、人気の高い古社教であるが、結果として度重なる切断を招き数行程度の遺品が多い。東大寺浦巻十五、前大区徳改造。 残館三館、白鶴美術館像、残館二館、東京国立博物館像、残館一館がそれぞれ国宝。その他、無数の残館が残る。残館については、山和切れ、骨泥へ、真っ光切れ、ダビ紙切りなどとも、また、写本全体については、東大寺本剣具業とも呼ばれる。大将武の上司は、眉美の人皮繊維を原料とした眉神に古墳を。 塗布したものである。一子の寸法は縦二十七点五センチメートル、横五十八センチメートルほど。おおよそ縦二十三三点センチメートル、横二点六センチメートルの墨形を引く。大小岳子や中小無、小小無に使用された粒子には、黒、または茶褐色の極小さな粒子が無数に見える。この粒子については、かつて釈迦、または光明皇后の遺骨を、 粉末状にしてすき込んだものであるという伝承があった。ダビッシュという名称はここに由来する。後に、ダビ神の顕微鏡観察から、この粒子は鉱木を細かに砕いたものではないかという説が唱えられ、某中と総合を兼ねて鉱木をすき込んだ粒子であるというのが、定説になっていた。しかし、近年の繊維分析や復元などを伴うより、詳細な研究によって、ダビッシュは、 マユミの人皮繊維を原料とした量子であり、粒子はマユミの人皮繊維に含まれる樹脂成分が凝集したもの、または荒い繊維であることが判明した。なお、硝酸浄土仏小授業の修理報告ではこの粒子についてマユミの人皮繊維に含まれる樹脂成分や荒い繊維と思われるものとし、高橋雄二もその表現を踏襲している。また、久米康夫は、 眉毛原料のゴミ入り紙であり、微粒子は眉毛の神皮のゴミであるという説もあるというが、獅子倉里氏はクメノの書を引いた上で、この異物は繊維に貼り付いて粘着性があるので、ゴミではなく何らかの樹脂成分であろうと推察されると、樹脂成分説を取る。この眉毛紙という語は、焦燥印文書に散見されるものの、従来眉毛を原料とする量子が確認されず、また後世には、 男子という語は超減量とした紙を指していたために、その存在が疑われていた。しかし、ダビシがユミを減量とした紙であることが判明し、ユミ神の存在が裏付けられた。正燥院文書のユミ神の記述は、伝票官票元年から伝票法治2年の9年間にしか存在せず、ユミ神は、ほぼこの期間にのみ好かれたものと推定される。当時は貴重品であり、白紙のまま、 長期間保存することは考えにくいことから、大将武氏の諸写年代もおおよそこの頃だと思われる。また、かつて、大将武氏は、和行か将来東行かで議論があったが、両氏が和製弓神であることが判明し、和行で決着した。大将武氏は、聖武天皇筆と言われていた。この伝承は古く、サネタカ皇や国宝前田本大三巻。 別紙屋垣から英少年間にはすでに存在したことがわかる。しかし、大将武氏の書風は、聖武天皇神筆と見られる、正燥院宝物の雑集と書風が全く異なるため、現在ではほぼ問題にされていない。この写経は一人の筆者によって写された一筆行である。筆者は不明だが、脱字脱行などが認められることから、 厳格な写経書における書者だとは考えにくい。地図目は一行を九時から十五時と不定だが、おおよそ十日程度で書かれており、一行を十七時で書かれる一般的な写経に比べ時流は大きい。その書風は堂々、旧雄大、重厚金直などと形容されるもので、一般に北魏の流門造増記、特に地平行造増記との類似が指摘されている。しかし、 北儀を含め陸長時代の大座業の遺品は見つかっておらず、大座業が書かれるのは東大に入ってからだと考えられている。そのため、角井博は大将武氏の筆者は、流門式書風の系統を引く人ではないかと推測する一方で、多肉くた骨の豊かな書風が展開される中東という、時代を背景にして生まれた感覚ではないかとも言う。樋口秀夫も、随。 初頭の頃に比べ極端に肉がついた中東の書風を組んだものと捉えている。また川上隆子は、大将武氏は、眼神経の早期の策である、多方逃避と筆線や血行が酷似していると指摘する。なお、眼神経は北儀の書法を学んだと言われており、間接的に地平構増臓器の影響があることは否定していない。大将武氏の字の特徴として、 保筆をしているということも挙げられる。天格の一部を手直ししたなぞり書きをしている箇所が随所に認められるのである。これについて、角井は筆者の造形的美意識にかなわないのでなぞり書きして形を整えたと推定。川上はその造形的美意識の内容について必戦に重厚感を出すためではないかという。また、川上は保筆を除いた大小武士の字の形や 大きさは他の大技業に酷似しているとも指摘している。天平商法9年の首両言業、また、天平法治3年の増一野言業や中和言協など、奈良後期の社協は前中期と異なり力強く、肉太の必戦が見られる。これについて、各位は、剣闘士によってもたらされた、当時の塔の処風の影響を示唆するが、田中海道は、 社協制の山辺諸公や一難だからろうは、大将武氏の影響を受けているという。剣具業は一般十3巻69品の3本と13巻62品の高来半本が知られる。この7品の差は0本の3一だが、単純に7品少ないだけでなく、品の配列順序や巻き構成にも差が見受けられる。また一方で、かつては十五巻本、十六巻本、 17巻本も存在したらしく、協力等にそういった記載がある。そこで、この大将武士の超巻品次が問題となる。東大寺本は、優派かさひさげ品、第63までを含む東大寺倉巻15が、伝存すること、また、三井文庫所蔵手鏡、高松書斎段官が、二ひげ土縁品、第68の品題を有することを合わせて、16巻以上。 かつ68品以上の本であることは間違いない。また、東大寺本で品題が現存紙品番号が判明するものについて3本や例本との移動が大きく、月巻品次の異なる別系統の本であると想定される。福井力治郎は東大寺本剣具業の研究においてこの問題を取り上げ、内容の類同に着眼し、分量の均衡を考え、 また他の遺本の例を参照して16巻本であると推定した。また樋口秀夫は、焦燥院文書に見える、剣具行が17巻本、または17巻本の破本があるいは俯瞰とみなし得る、ものであることなどを理由に17巻本であろうという。沖津香織は、東大寺本と七字、寺、金剛寺、西宝寺などの所蔵する。 平安末期から鎌倉時代に移された言語教数本と比較することで、東大寺本の超巻品次を推定するという手法を取った。結果、福井論文が挙げる東大寺本の品名、品次、品番号、月巻がこれら、平安鎌倉古社教本によく一致すること、またその本文も3本や、例本よりも近いことが判明。東大寺本はこれら、 平安鎌倉古社教本と同系統の本、すなわち17巻本である可能性が高まっている。この剣具教一史18行者中東大寺会談院、総伝なり、古新筆の少々文明なりまで及び784、年付級筆跡見聞の上遊家系信者なり営賞、旧人新年6月7日、おさむたり両応募試験中、ありがとうございます。